どうも皆さん、ごきげんよう。誰の日大好き TV の、鈴木貴博です。ちょっとね、昼間体調不良にちょうどなんか休園になったところでですね、やっぱり前回のマジ行為の、オナニーのね、その失敗っていうのがやっぱりちょっと頭に浮かんだんで、今ねしこって抜いて、でその後のね、そういうのがありますけど、やっぱり抜いた方がなんか気持ちすっきりしてる感じで、メガネもこうやって今撮ってますし、やっぱり普段以上に開放的かなっていうふうに思いましたね。2日ぶりにね、来ましたね。割と真面目にやってきたので、うまく成功したんだと思いますけれども、その際どい危ない橋をね渡る感覚っていうのがあって大変でしたね、本当に。でその後、コーヒー飲んでシャワー浴びてっていう感じだったんですけれども、なんかその抜いた後っていうのは一回なんか死んだ後生き返ったようなそういう感じなんで、なんか一日の中で例えばコアコーラ1本飲んでしまったとしても、そこでリセットしたと考えて、なんかもう一本飲んじゃおうかなとか、そんな気分にさえなっちゃいますね。それこそコーヒーなんかももっともっとなんか抜いた分そこで生き返ったと思ってまた飲んじゃえっていう、そんな気分になっちゃいますね。だから薬の関係もそうですけれども、なんか抜いた後は本当リセットしたその後っていう感じなんで、またやり直しっていうそういう感じがもともとあって、ですからその糖尿病になれそうだったらもう抜いた方がいいとか、そういうのもあるし、なんか頭痛が起きたら抜いてすっきりした方がいいっていう、そういう考えもやっぱり起きてくるんですよね。実際ね、人と会った後とかに熱があったらそこで抜いてみようとかね、でそういうのをその会社の上司とかにあんま恥ずかしくて言えない分、なんか変にこう病院とかに行ってどうのこうのってするよりかは、なんかもう隠れてこっそり抜いてしまって治りましたっていう風に言えた方がいいよねっていう、そういう社会の風潮は昔からあるなって思いましたね。だから会社の方もなんかもうそういうのはあらかじめもうオナニーで抜いてるって分かった上で対処した方が一番早いと思いますけど、でも下手なそういうベンチャーみたいな会社はね、学生が乗るようなそういう会社はそういうのがまだ分かってないところがあって、無駄にこうドクターショッピングがさするんですけれども、そういうのはね、正直なことを言うと、もう特例子会社のようなそういうレベルの低い話ですから、ビッチとかそういうやりちんとかそういうのがいると考えてね、むしろオープンにそういう下ネタを言い合えるようなそういう風潮の方がまだ健全かなっていう感じは昔いた会社とかからも受けましたね。純粋であればあるほど下手くそっていうそういう負のループも実際あるんで、だから昔は本当ダメだったなと思いますね。特に女性とのそういう言い合いとかそういうのもね、それはもう子供じゃないんだからっていうそういう感じのところでしたかね。で、実際ね、外の天気なんかも夕方3時頃にしては結構いい晴れ具合に、なってましてね、まだ綺麗な方だと思いますよ。多少手洗いがね、変なものがそのついた後の手もなんか手洗いが軽くで済んでもタオルで後で拭けばちょっとは緩和されるっていうそういう思いの甘えももちろんありますし、完全にはねもちろん拭えなかったけれども、それでも受け入れる体制があればなんとかやっていけるような気がしますけれどもね。
かはもはやね、ビジネスホテルなんかでも普通にオナニーしてますし、実家でもそうでしたけれども、まあ、この新居でもそうですけど普通にオナニーしてますね。お風呂とかトイレ、この部屋はないですけれども、お風呂場トイレとかもう本当メインに抜く場所として使ってましたね。ですから、まあこれからまあ掃除をして綺麗にしてっていう感じで、また一夜かすんですけれども、まあそういう昔のどうしようもない、そういうね、独立保護者にいた時の頃のような、そういう下手な思考まではもう僕はしない身なんとで、だからこそ気楽に良い意味で、まあ楽しい性生活も送れてるんでいいかなと思いますね。で、実際邪魔とかいうそういうふうなことを言ってくる、そういうね、逆走するそういう主婦とかそういった方の声も実際街で歩くとあるんで、多分それは僕に何かを訴えてるってもちろん思ってましたし、生理的なそういう何かが多分ダメなんだなと思ってましたから、またこれで様子を見ていこうかなって思いますけど、別にそれは全てしないですけどね、実際そういうのはあったよっていうのを覚えておいてね、損はないと思いますけど、ではこの辺で動画を締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。